ロシア資本主義論争とは、狭い意味では、1890年代に、ロシアのマルクス主義者、ゲオルギー・プレハーノフが、ナロードニキの理論家を相手に行ったロシアにおける、資本主義に関する論争である。争点は2つあり、ロシアは、資本主義の段階に入っているかどうかロシアは、資本主義を経ることなしに、社会主義を実現することができるかということに、関してだった。 プレハーノフラ・マルクス主義者は、1については、イエス、2については、ノーと答え、ナロードニキたちは、その逆であった。この論争は、双方が、資本主義の現実を拒否していたことで共通し、さらに、ドイツ社会主義の権威であった、晩年のエンゲルスがどちらにも加担できなかったことで、ややこしいものとなる。プレハーノフの亡命先であるヨーロッパから、ロシア本国へと論争は、 飛び火し、革命家たちを二分化する。若き日のレーニ人は、流刑先で、ロシアにおける、資本主義の発達を執筆し、ロシアマルクス主義のホープとして認められるのである。1900年代に入り、マルクス主義者はロシア社会民主労働党を、ナロードニキたちは SL をそれぞれ創設し、政治集団としても保とうは勝つ。ありがとうございます。